はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。本日は2023年の8月17日木曜日でございます。今日はですね、こちら東京ディズニーシーにやってきました。本日はですね、混雑動画とかではなくて、7月から始まりましたプライオリティパス、それのですね、夏休みバージョン、ご紹介させていただきたいと思います。今日はね、17日なのでグッズ販売日とか、一昨日がね、台風来る予定だったので、もうずらしてね、来てる方も多いみたいで、めちゃくちゃ混んでます。もうね、間違いなくお盆休みの中では一番混んでると思うんですけれども、その超混んでるディズニーシーでどれだけね、プライオリティパスを使ってアトラクション乗れるのかというのをね、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひね、参考にしてください。はい、それではですね、今パーク中入りまして10時なんですけれども、早速まずね、一つプライオリティパス取ってみましょうか。それではね、今早速ね、インディージョンズアドベンチャー撮ったんですけれども、もう10時の段階でね、19時の回だったんで、もうやっぱ1番人気はインディーみたいですね。ちなみに2番人気がニモ&フレンズシーライダーで、3番人気がレイジングスピリッツでした。ぜひね、参考にしてくださいね。それでは2つ目のですね、プライオリティパスが取れる時間になりましたので、ちょっと見てみたいと思います。さすがに今日ぐらい激混みだとね、もう残り2つしかなかったですね。一応ね、マジックランプシアター撮ってみました。今2時半になりまして、プライオリティパスのね、時間になったので、次なんか撮れるかなと思って見たんですけれども、残念ながらもうね、撮れるのなかったです。この後はですね、もうどうしても乗りたい方はキャンセル拾いするしかないと思います。今5時ちょうどです。なんと2万マイルが未だに40分待ちです。でこのですね、理由なんですけれども、プライオリティパスの対象だからだと思います。プライオリティパス持ってる方は一瞬でね、乗り場まで行けちゃうんですけれども、その分ですね、一般のスタンバイが伸びちゃうんですよね。なのでこんな感じで2万マイルでも40分待ちとか行ってしまうわけです。なのでプライオリティパスめちゃくちゃいいんですけれども、ここがね、メリットとデメリットだと思います。プライオリティパス持ってる人はめっちゃ早く乗れるけども、持ってない人は超並ぶことになるということです。はい、ではマジックランプシアターです。5時5分からプライオリティパス取ってあります。なんと列がまだこんなにあります。40分待ちだそうです。今日本当にめっちゃ混んでますね。そしたらですね、この40分待ちをどのぐらいショートカットできるのか、実際に試してみたいと思います。はい、では今読み取りしました。こっちにはね、めちゃくちゃ並んでますけれども、その横をスーッと素通りしております。はい、あっという間に入り口です。0分待ち、一瞬で中入れちゃいます。はい、今ですね、マジックランプシアター見てきたんですけれども、プライオリティパスのおかげでね、もう本当入り口目の前まで一瞬で行けちゃいました。やっぱいいですね。今6時25分です。インディージョンズアドベンチャーにやってきました。今現在の待ち時間は60分待ちですが、プライオリティパスだとどのぐらいで行けるのか、早速行きたいと思います。横には60分待ちの列がありますが、真横を素通りしております。全然止まることなく進めちゃいますね。行けます。まだまだノンストップで行けてます。今ここでね、再び読み取りがありました。2回読み取りがありますね。はい、もうパコの説明のところまでノンストップです。ここまで来たらね、あと5分ぐらいですからね。この階段前まで来れました。
はい、ということでインディージョンズアドベンチャーでした。もうね、一瞬で階段の目の前まで行きました。まあ、イコールね、3分ぐらいですかね、待ち時間。めちゃくちゃ早く行けるんで、もうこれは絶対使うべきですね。はい、ということで今日はですね、東京ディズニーシーの夏バージョンのプライオリティパスをご紹介させていただきました。まあ一応今日はね、本当お盆休みの中でも一番混んでると言われている日でございますので、まあ2つしか取れなかったんですけど、まあ、もっとね連打してキャンセル拾いとかすれば多分5個ぐらいはいけると思いますね。やっぱね、プライオリティパス取るともう一瞬で目の前まで行けますんで、メリットしかないと思いますので、ぜひですね、皆さんパークに来たらプライオリティパス取ってみてください。それでは終わりにしたいと思います。ジョマジュでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方は、メンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジュでした。バイバイ。